もう嫌だ、ほがりが大変なので TM9 を剥ぎます。庭には TM9 と呼ばれる小管理型高麗芝も植えていますが、実は小管理型とは思えないほど手間がかかる芝で、ほがり、ほつみは春と秋の恒例行事になっていました。結構長い間、約2ヶ月間放つけるので、その間は頻繁に面倒を見てあげることになります。ほがりをする理由は、そのままにしておくと先祖返りしてしまい、なんと普通の高麗芝になってしまうというのです。実際に我が家の庭でも先祖返りを起こして葉っぱの大きな個体が出現したのを確認しています。植栽地は岩手の盛岡ですが、4月中旬頃から穂が出始めて、6月中旬を過ぎても毎週のように穂刈りをしています。そしてそれは春だけではなく、秋にも同じように穂をつけます。芝刈りの回数が少ないということで選んだ TM9 でしたが、穂が多いのは誤算でした。穂が出るたびに刈り込んで先祖返り対策するのは大変です。休日の庭いじりはストレス発散のつもりでしたが、庭に出るのが億劫になるほど手間がかかってはどうしようもないので、先祖返りしないクラピアという改良品種に植え替えることにします。クラピアは道路や河川の乗り面など公共工事にも使われるため、生態系を崩さないように種子をつけないように不燃化された新しいタイプのグランドカバーです。穂をつけて先祖返りすることもありません。それでは早速植え替えをします。 TM9 を剥ぎ取ったら必要に応じて土壌改良をし設置します。クラピアの植え付けには球根植木を使用すると便利です。球根植木の直径は6センチほどなので、クラピアの9センチポットを入れるためには少しこじってあげると良いでしょう。植え穴を開けたら、元肥としてマイガーデン流状肥料を 12g、ペットボトルのキャップ2杯分を投入します。そこへクラビアの苗を入れ込み、足で踏んで十分に転圧をします。ここで注意してほしいのは、周りの土と苗の高さを揃えることです。高すぎても低すぎてもダメです。高すぎると根が露出し、干からびて枯れてしまいますし、低すぎると穴ぼこになってつまずいて転倒したり、刈り込みの際はきれいにカットすることもできません。またよくあるケースとしては、苗の周りに培養土を入れて植える方がいますが、クラピアに限って言うとあまり良い方法ではありません。培養土は柔らかいので上を歩くと簡単に沈んでしまい、前述したように不具合が発生しやすくなります。培養土は植え穴だけに使用するのではなく、植栽地全体にすき込んで使用するようにしてください。植え終わったら最後にたっぷりと水を与えます。目安は1苗あたり 500cc です。いっぺんに与えると吸収しきれずに周辺に流れ出すので、何回かに分けて散布してください。はい、以上で今回はもう嫌だ、穂刈りが大変なので TM9 を剥ぎますでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアに関しての情報を引き続き発信しています。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。